ちは、春季 BC のシュネコです。実写動画っていう、枠内に入るんですけど、ちょっとね、今回はいつもと変わったことをしようということで、ジャンってね、もう出てますね。ね、ジャンってもう出てますね。ちょっとね、うんって思ったので、ちょっとね、買ってみたよってことでね。マジカパーティーっていうね、そういうものをね、買ったよってことでね、ちょっと話進めていこうかなと思うんですけど、カードをね、削るらしいんですよね。見てなんですよ。え？カード削る？どういうことなんだろうなっていう感じでね、買ってみることでね、早速、これをね、開けていくわけです。はい。開けていくわけです。はい。で、レアルティとかどうとかね、まだわかんないので、開けてみてからね、ってね、やっていこうかなと思います。じゃあね、早速開けていきましょう。よし。ではね、開けることできたのでね、開けてみましょう。ということで、こんな感じですね。こんな感じですね。はい。で、一応これ20パック入ってるのかな。で、一応ね、リアルティ書いてました。ウルトラレアが2、スーパーレア2、他足すってことで、他足すが一体、どうにきなんかなわかんないですけどね。こんな感じですね。はい。で、だんだん無理3枚入ってるよって感じなので、一応自分ね、カードを集める派なので、カード集める派なのでね。集める派なのね。そんな感じでね、順番に開けていこうかなと思います。で、削るときはですね、こっち、これを使うらしいんですよね。ちゃんと中開けれるかな？ちょっと開けれないや。一応ね、これを使うらしいです。これとか言っちゃったんですね。じゃあ順番に開けていきましょうってことで、レッツゴー。早速開けていこうかなと思います。で、最初1個だけ、開けて、他のやつはね、全部、開けてから、バンって見せるっていう感じにしようかなと思います。多分20パックもやってたよね。動画時間がね、えらいことになりますんでね、ってことで。それでは、開けていきましょう。ってことで、まずは、1パック目ですね。ハサミを使ってね、開けていきます。おいしょ。ポン。はい、ってことで、おじゃんってことでね。こんな感じでカードが入ってるよ、ということで。で、これ削れるんですよね。後で削ってみようかなと思います。はい。で、ノーマル、レア。ノーマル、レアか。だから、ここが、UR とか SR とかやったらいいのかなと思います。じゃあ、こんな感じで、20パック開けていきます。レッツゴー。はい、まずね、20パック同時に開けるって言ったんですけどね、前半後半ってことね、10パックずつに分けてね、見ていこうかなと思うんですけど、まず前半10パック、こんな感じですね。で、こんな感じでなんですけど、これですね、隠れてるんですよね。1枚だけね、隠れてるんですよ。何も書いてないんですよ。怖いんですよ。で、これで、これをね、使うらしいんですよね。ペン。もうちょっとね、
音声示しあるんですよね。ちょっとまあ、いいですようにね、ペンってね、言わせていただくんですけど、これでね、削るんですよ、ね。はい。で、今日ね、削ってみますね。で、こうでいいかな？こう？あ！なんか出てきた。あ、こうかこうか。こういうことか。こういうことですね。おー。じゃあちょっと削ってみます。てか、今削ってますね。いや、すごいよ、これ。なんかちょっと、カードゲームとはね、なんかね、違う感じするんですよね。ほら、ちゃんとね、こうやって削っていくんですけど、で、なんかレアルティがどこやろ？レアルティが、ここかな？で、ここでここ削ってみましょう。よいしょ。おいしょ。あ。あ、リアですね。あ。まあ、リアなんだ。ほら、なんかね、こんな感じでね、なんかいろいろね、なんか、面白いですよね。面白いですね。じゃあ、このまま後半10パック開けていこうかなと思います。なんかね、まあ、ちゃんと削るんですけどね。はい、ってことで、後半10パックね、開けてみたんですけど、こんな感じになりました。で、これですよ。まあ、ちょっとね、置いときましょう。で、あとですね、スーパーレアがね、どっかに出たんですけど、どれや、ありました、あります。スーパーレアですね。で、あともう一個ね、この中、出ました。で、このなんか虹色でキラキラ光ってるやつ。まあ、キラキラ、まあ、綺麗ですね。なんか、まあ、一体何なのかわかんないので、とりあえずね、開けてみましょう。ん？じゃあ開けてみましょう。まあ、削ってみましょう。で、違うんですよ。ほら、見てください。違うんですね。さっきの10パックで入っとったやつ、こっち。さっきはこっちで、で、今回こっちってことで、こっちをね、削っていこうかなと思います。よいしょ。じゃあ、今回はね、まあ、この虹色削って動画終わる感じ。よっしゃ、それじゃあ削っていきましょう。これ、こうでいいんかな。こうだね。はい、ウルトラレアですね。ウルトラレアが出ましたね。で、まあ、実は面白いんですね。なんか、どっちが出るんかなって感じのやつね。まあ、書いてたんですけど、まあ、出ましたということで。まあ、だいたいワンボックス買ったら、1枚はウルトラレアなんかなっていう感じでしたね。はい。で、まあ、今回のやつ、こっちが前半10パック。こっちが後半10パックですね。で、前半の方にはスーパーレア出なかったんですけど、まあなんか、後半の方、まあ言ったら右側かな。ボックスの右側には、なんかまあまあね、スーパーレアとゴールドレアがね、ありました、的な感じです。はい。まあ一応ワンボックス開けた結果はこんな感じになりましたと。ということですね。まあもしかしたらね、またね、こういう感じの動画があるかもしれませんが、まああくまで自分はね、ゲーム実況メインなので、まあ、たまにって感じね、やっていけたらいいなと思います。ということで、今回のね、動画、マジカパーティーの、エピソード1の L かな ?1L ですかね。1L。1L の、まあ、ワンボックス開けた結果、こんな感じでしたよってことで、まあ、今回の動画はこの辺で終わろうかなと思います。この動画もしね、少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。アニメみたいな動画、シュネコとネシュン、毎月月末を目標に投稿していきます。お楽しみに。
最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。ツイッターもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は、画面左の丸のボタンをタップか&クリックでよろしくお願いします。ってことで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。